ジャン・イブル・ドリアンはフランスの政治家、社会党所属。フランスはオランド政権で前内閣の国防大臣を一貫して務め、公認のエマニュエル・マクロン政権で外務大臣を務める。1947年6月30日にモルビアン・ケン・ドリアンにて労働者階級の家庭に誕生する。両親は青年キリスト教労働者の活動家でもあった。 ルドリアンはレンヌ第二大学に学び、在学中にフランス全国学生連合で活動した。1974年に社会党に入党する。1977年にロリアン市の条約に就任する。1981年から1998年までロリアン市長。1991年にエディット・クレッソン内閣で海洋担当省。2004年に ブルターニュ地域圏議会選挙では、社会党、フランス共産党、左翼旧新党、緑の党、ブルターニュ民主連合が結成した、左翼連合、ブルターニュ左翼、ブルターニュのために、の名簿1位に掲載された。選挙では58.66%を獲得し、同地域圏議会議長に就任した。2010年、欧州周辺海洋地域会議議長、 2012年フランス大統領選挙で、社会党のフランスはオランドが勝利し、ジャンマルクエロー内閣が成立すると、国防大臣に就任した。以後、オランド政権下の全内閣で国防省を務め、アフガニスタンからのフランス軍の撤退や、マリン北部紛争へのフランス軍の配備、展開に当たった。 2017年フランス大統領選挙の勝利により、大統領に就任したエマニュエル・マクロンの政権では、最初の内閣である、第一次、エドアル・フィリップ内閣の成立以来、外務大臣を務めている。なお、マクロン政権参加後も引き続き社会党に在籍している。2019年、朝日大受賞受賞。ありがとうございます。